皆様は古くから薬として使用されている生薬や漢方薬のことをどの程度ご存知でしょうか。奈良が薬の発祥の地と言われていることはどうでしょうか。日本における薬の歴史の始まりは、推古天皇が奈良の宇陀地方で薬狩りを行ったことが始まりとされています。奈良が薬の発祥の地と呼ばれるゆえんはここにあります。古来大和地方で生産された生薬は大変良質であったことから、大和物と呼ばれ重宝されました。大和物の代表的な生薬の一つに、五条の大深地域で盛んに栽培された大和当帰があります。大和当帰は貧血や冷えに効果があり、婦人病薬を主に当帰芍薬散などの漢方薬にも多く使用されてきました。ではそのような貴重な大和当帰はどのようにして作られているのか、皆様はご存知でしょうか。当帰の栽培は苗作りから始まります。一年かけて大切に育てられた苗は一本一本丁寧に選別され、畑に植え付けられます。そして夏場には青々とした葉をうねいっぱいに広げます。この頃大和当帰特有のセリ科の香りが畑一面に広がります。季節も進み、当帰の葉が黄色に変わる頃、収穫作業が行われます。収穫時は土の中に広がったひげ根が切れないように丁寧に掘り上げられます。この時当帰特有の香りがより一層強く畑に広がります。大和当帰は根の部分が生薬として医薬品に用いられます。畑から掘り上げられた根は葉ざかけと呼ばれる伝統的な乾燥法により数ヶ月自然乾燥されます。この作業により香り、甘みが凝縮されます。数ヶ月乾燥された根は大和当帰特有の湯もみという加工作業に移ります。少し熱いくらいのお湯に漬け置きされ、根っこに残った土砂は洗い落とされます。その後人の手により何回も何回もお湯に浸しながら板の上でもみ洗いを行い、形も整えられます。湯もみ作業は伝統的な方法により、人の手によって愛情を込めて仕上げられます。湯もみ作業により大和当帰の特徴である甘みがより一層増します。昔から形が整った立派な当帰は、その見た目が馬の尻尾に見えることから馬尾当帰と呼ばれ重宝されてきました。湯もみ後二度目の乾燥を経て生薬大和当帰となります。大和当帰は当帰として農家の方に愛情を込めて栽培加工され、その後生薬業者の手により丁寧に選別調整をされ、初めて医薬品として使用することができるのです。まあ、古くから良いとされてきた大和当帰なんですけども、この伝統的な作り方って言いますのは、この江戸時代から続いております、いわゆる特農家と呼ばれる熱心な生産者によるものなんですね。私は代々引き継がれてきましたこの家業の末裔といたしまして、まあこれまで当帰の生産に関わってこられた方々の熱い思いというのをこの次の世代につなげるために継承していると考えております。まあ、奈良ではこの昔から良質な生薬が作られてきたことから、大和物と呼ばれて重宝されてきたという歴史がございます。奈良でこの生薬を扱うということは、大和ブランドの信頼を継承する、
ということでもあるんですね。皆様にはこの生薬のことを少しでも知っていただいてですね、ご自身の健康を考えていただく機会になれば幸いでございます。生薬は医薬品にとって欠かすことができません。生薬や漢方薬は生産者や生薬業者の愛情が詰まった医薬品であることを皆様に知っていただき、この動画を見た皆様が自分自身の健康を考えるきっかけ作りになることを願っています。